Miss or Mr. Love me some knowledge. Let me know something very strange which looks like an L-shaped structure in North Canada. LMSK さんという方がカナダ北部にある、まあ見たところ L 字型の何かの構造物に見える物体の情報を送ってくださいました。広し林、浜松セリー、ジャパン。皆さんをその場所に案内します。この島だけでもですね、九州より大きいみたいですね。その島の、まあ、ほぼ中心部にその物体が、あるいは物体らしきものがあります。自然はこのような L 字型の直線形の構造物を作るということはありえません。つまりこれは人工物であるということになるわけです。で、確かに人工物らしいわけですよね。で、それがこのような風に横たわっていると。で、この長さが1495メートル、約 1.5 キロあります。そしてその縦のこの長さが594メートル、約600メートルあるわけですね。で、緯度経度はここに示しておきます。で、これは何かということなんですけども、こういう、まあ、ケースの場合はですね、まず道を探ります。道があるかないかということですよね。で、道があれば、まあ、人間が作ったということになるわけですが、探しましてもですね、道らしきものはないわけです。で、山の尾根なのか谷なのか分かりませんけども、それが中心に上下に走ってぐにゃぐにゃと走っているのが分かります。で、過去に戻って調べています。1984年、ですからもうその1984年にはすでにあったということになるわけです。85年、87年ですよね。で、道らしきものがあるのかなと思って調べてはいる、見たんですけども、道らしきものは見当たりませんでした。ただその先ほど言いましたように、縦にね、ぐにゃぐにゃと走っているのは、これが尾根なのか谷なのか分かりませんけども、それにまあ接続しているような感じはします。まあ、これが道なのかなということになるわけですね。で、道ということになりますと、まあ、これは人間が作ったものということになるわけです。で、人間が作ったものということになりますと、まあ、しかしこの長さが 1.5 キロありますからね、まあ、考えられるのは軍事施設ということになります。まあ、本当に軍事施設かなという思いもあります。で、やや高度をですね、斜め上方に上げてみました。今この矢印のところにその直線部が見えます。で、もう少し高度を上げて、この周囲をぐるぐると回ってみます。で、この今この矢印のついた部分ですね、で、これが L 字型に見える、たまたま L 字型に見えるのかなというふうにも考えられますけども、まあ、先ほどの写真をご覧いただいた範囲の 中でですね、皆さんもお分かりかと思いますけども、まあ、そうでもないと。確かに L 字型の、まあ、構造物らしきものはここにあると。で、今こう道らしきものはずっと尾根伝いなのか谷伝いなのか分かりませんけども、ずっと左、今左の方に流れているのが分かりますね。で、その先に先ほどの、まあ、ちょうど L 字型が下へ来ましたけどもね、の物体があるということです。で、これは何かということですけども、まあ、これだけでは残念ながら分かりませんね。しかし何かあるような雰囲気ということになります。が、何かのね、あの軍事施設であるならば何かということにもなるわけです。まあ、これだけ巨大ですからね、 1.5 キロと言いますと、まあ、軍事施設であるならばですね、近くに、まあ、いろんなそのそれに 付帯と言いますか、付随する施設があってもおかしくないわけですけどもね、ひょっとしたら、ひょっとしてということになるわけですけどもね、あるいはミサイル基地かもしれません。まあ、これだけでね、判断することは難しいので、まあ、せっかくいただいた情報ですけども、こういう不思議な物体があるということだけを記憶に留めて、あとはペンディングにしておきたいと思います。まあ、で、どこかでね、似たような、まあ、構造物を見つけたら、まあ、それはその時また判断してみたいと思います。で、もう一度この L 字型の、まあ、構造物らしきものを皆さんにご覧いただきたいと思います。確かにありますね。で、これはやはり自然にできたものと考えるのは無理があると思います。やっぱり人工的、あるいは人為的に作られた、まあ、構造物であるということになります。となると、これは何か、どうしてこんなところにこんなものがあるかということになっていくわけです。まあ、考えられるのは、先ほど言いましたように、
軍事、何かの軍事施設ということになるわけですね。まあ、そうした軍事施設というのは全世界のあちこちにあります。で、よくね、まあ、何かの他のものと、まあ、間違えられるといいますかね、こともよくありますということで、この、まあ、謎の物体についてはこのままにしておきます。まあ、見れば見るほど不思議な物体だということです。バイ。